はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターホースポケット始めていきたいと思います。なんかそうです、ジャジャンはグルーミーナップのイベントが始まるんですよね。お知らせが届いています。この、ジャジャウマ祭りガチャですね。何があるかというと、ウルトラレアっていうのがあるんですね。ストライクイーグル 1% で、ヒルデガード先行ラリアットが 3% ずつということで、これがウルトラレアのストライクイーグルですね。引ければすごい能力を持つよな。勝負根性瞬発とも、SS だもんな。聞いてみましょう。レッチリですね。レッドチリペッパー。次は15ですね。10回ガチャ。カジオドライブ。SSR はなかったですね、以上は。とりあえずクエストを達成しました。そういえばイーグルチケットなんてあるんですね。なんだそれ。おっと、 SSR 来るわ。お千歳王だ。
ご存知ですか？さあ放牧してますね。ちょっとですね、ベストガタ重が上がっております。何かご用でしょうか？入球させましょう。気合い十分ですね。何かご用でしょうか？あら？あらって何かあったでしょうか？やりました。ありがとうございます。あら？お、キングジョージあるんですね。キングジョージ出てみようかな。何かご用でしょうか？なるほど、510球でした。お、アマゴワクチンだ。変幻自在スタートっていうのが出ますよね。いい感じですね。おっと、どう、ちょっと失敗したかも。一番人気です。圧倒的 1.4 倍。グリグリ。ただいまより投票受付を開始します。9頭立てなんですね。7番ワークホース、9番のリアルリング型にも出てますね。レースです。チェアはグリーンアップの構図ですね。ホースマンが熱い視線を送ります。キングジョージのスタートです。さあゲートスタート。キングジョージ9頭スタートを切りました。まずまずのスタートかと思います。先頭に立つのは何か。マサニエルが上がってまいりました。マスクとマーベル外から行こうというところ。そのうちからはセントニコラスアビー、2番リサイタル、スインリーボトムへと向かう9頭、8番ドビッシー、そしてその後ろから7番ワークホース、それからもう一頭5番スリプから9番リワイルディング、この辺りちょっと離れているパタノカルコライス。先頭の方はどうなっているか。先頭行くのは6番バスクのマーベル、4分の3馬身リード、そしてそのうちにセントニコラスアビン、外を通りまして3番マサニエル、2番リサイタル、8番黒い馬体ドビュッシーであります。そして6番手に7番ワークホース、その後ろでやりましょうか。スリプトラ、そしてその外にリワイルディング、カタノトルコライスはしんがりから行っております。もう一度先頭から行きますと、先頭は依然としてマスクのマーベル、内から1頭1番セントニコラスアビン、その外にマサニエル、リサイタル、8番黒い馬体ドビュッシー、そのうち7番ワークホース、スリプトラがその後ろ、その外からは9番リワイルディング、やっぱり後ろから行きます。カタノトルコライスとエビナッシュマイポジションといったところでやります。ペースが落ち着きました。6番マスクのマーベルが先頭です。そして内からは1番セントニコラスアビー。さあいよいよ直線コース。ソフト競馬場のスタンドから大歓声が上がります。どこにいる、まだ最高峰なんだよな。さあこのしんがりから届くのか。セントニコラスアビーが抜け出した。
さあ、いい素足だが、なんか伸びが足りないぞ。動かないんじゃないの、俺。わあ、負けた。効果なかった。確定しました。